193号。今日で刑期満了だ。これからは真面目なロボットとして生きるんだぞ。ほら。何をするんだ。東か。それ以来アディオスの消息はパッタリ途絶えた。かっこいい、西部劇みたい。喜んでる場合じゃないので、タワシ長官、ワシとマルスを呼んだ用事というのは。新進のロボット刑務所から東といえばじゃ、我が日本である。じゃあ会えるかもしれないね。いや、しかしだな、この男はすでに罪の償いはしたんじゃろ。問題はこの男の犯した罪だ。喧嘩でもしたの？そんな生優しいことではない。どうした？長官、 SP エネルギー中毒のロボットが保護されました。何？間違いなく SP エネルギー中毒じゃ。何ですか SP エネルギーって？法律で禁止されているロボットエネルギーじゃ。人間で言えば恐ろしい麻薬と同じだ。麻薬？ロボットに SP エネルギーを使うと実力の倍以上のパワーが出るんじゃ。しかし SP エネルギーを使っているうちにだんだんとロボットの体は蝕まれて、このロボットみたいになってしまうんですね。かわいそうに、これだけ腐食が進んでいては修理することもできん。どうやらアディオスが日本に来ていることは間違いなさそうだ。なぜですか？アディオスは法律で禁止されている SP エネルギーをロボットたちに売って刑務所へ入れられたんだ。僕には信じられないな。ロボットがロボットを苦しめるようなものを売るなんて、そんなことを。いや、ロボットにも金のためなら何でもやる連中がいるんだ。知らなかったわ、そんな恐ろしいエネルギーがあるなんて。いいか、ミリもマルスもよそでエネルギーをもらったりしてはいかんぞ。大丈夫ですよ、博士。まあ、お前たちは心配ないじゃろうが、問題はメルチじゃな。そういえばメルチは？さっき遊びに出たきり。困ったやつじゃ、毎日エネルギーがなくなるまで遊んどるんじゃから。パパ、この間みたいに急性エネルギー失調を起こして道端に。おる、見てくるよ。メルチ、メルチ、どこまで遊びに行っちゃったんだろうな。お、マルス、忘れ物か？弟を探してるんです。ああ、メルチならさっき校庭でうちの生徒を20〜30人泣かしとったが、メルチ、まあきっとエネルギーを使いすぎてその辺で援護しとるじゃろう。もうしゃあね。メルチ、メルチ、ペク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 。お腹ペコペコ。気をつけろ。あいつ、バカ野郎。いつまで年齢してんだい。待て、人間じゃないらしいぞ。え、やっぱりロボットか。へ、こいつはいただきだい。
あちこちで行方不明になってるんですって。え？川島博士、アディオスらしい男を見たという目撃者が現れた。ロボットの誘拐事件と関係があるというのかね。だよ。ターシ長官、アディオスがいたという場所を僕に教えてください。奥秩父の獅子ヶ岳付近だ。博士、行ってきます。気をつけろ、アディオスは優秀なロボットじゃ。はい、じゃあ行ってきます。待ちなさい、マルス。メルチの手がかりがつかめるかもしれません。アメリカのロボットなんかに負けるものか。何をするんだ。子供は早く帰って寝んねしな。何？僕はジェッターマルスだ。それがどうした。弟を探してるんだ。何がおかしいんだ。お笑いだぜ、ロボットに兄弟がいるなんてよ。僕たちは人間と同じ心を持ってるんだ。メルティー！おっと、これから先は通行止めだ。僕は可愛い弟を探しに行くんだ。どいてくれ。ふっ、よし、力ずくでも通ってやる。元気のいい坊やだ。どけ！すごいエネルギーだ。やったな。やるな、小僧。どこ行ってらしたんですか、アディオス様。新入りの小さなロボットはどうした。えい、SP エネルギーを入れてやったら、もう大張り切りで工場で働いてます。みんな怠けるんじゃねえぞ。明日の朝まで頑張れば、お前たちの大好きな SP エネルギーをやるぞ。エネルギーください。こいつが欲しかったら新入りのチビのように働くんだ。ボスはいつ来るんだ。明日の朝には着くはずですが。この SP エネルギーでまた人儲けできるわけだな。マルス、わしじゃ、応答せよ。博士、あっちだわ。よし、コードを下げよう。あ、ミリー、マルス、マルス、ミリー、その人は。マルス、こちらアメリカのロボット警察のデカラ刑事。はじめまして。ぜひともマルス君にアディオス逮捕の協力をしてほしいと思いましてな。アディオスは日本で SP エネルギー作りを始めたらしいんじゃよ。アディオスが？
さらわれたロボットたちはアディオスに秘密工場で SP エネルギーを作らされているらしいんじゃ。なんてひどいロボットなんだ。秘密工場の目星はついています。僕をそこへ案内してください。あ、その前にエネルギーを入れないと。どうぞ。このエネルギー、アディオスと戦うためにはこの添加剤入りの特製エネルギーを使っていただきます。アメリカのロボット警察ね。出てこい、アディオス。感づいて逃げたんではないでしょうな。そんなことはない。アディオス。マルス君、頼む。はい、今日は逃がせないぞ。かっこーい。ここには近づくなと言ったはずだぜ。どけ。俺が用事があるのはあの男だ。マルス君、早くアディオスを逮捕してくれ。はい、行くぞアディオス。邪魔するな小僧。お前みたいなやつはロボットの君だ。昨日とはえらい違いだ。当たり前さ、僕の体にはロボット警察特製の添加剤エネルギーが入っているんだ。何？するとあの男にエネルギーを。そうさ。妙じゃな。どうしたのパパ。マルスの動きじゃよ。さあ観念しておとなしくするんだ。マルス、それがお前の本来の力だと思っているのか。当たり前だ、負けてたまるか。俺を倒す前にお前があの男に入れられたエネルギーの名前を教えてやろうか。マルス君、アディオスを早く倒すんだ。名付けて SP エネルギー。 SP エネルギー。え、手からさ、おとなしくするんだ。じゃあロボット警察というのは真っ赤な嘘。この秘密工場の経営者であり、そしてこの俺に罪をかぶせて刑務所に入れたのもこいつだ。そうだったのか。何をしているんだマルス、早くアディオスを。何をこのイカサマ野郎。頭がしびれる。マルス、戦うんだマルス。体を動かせば楽になる。マルス、だから俺はここへ近づくなと言ったんだ。僕は戦いたくないのに体が暴れたがってる。SP エネルギーには判断力を失わせる力があるんです。出てこいみんな。お待ちしてましたぜボス。ご苦労。まずこの連中を閉じ込めろ。乱暴するな。悪く思うな。そのロボットたちは SP エネルギーを入れたばかりで少々興奮しているんだ。アディオスをやっつけろ。どけ、お前たちに用はないんだ。僕はアディオスの味方をしなくちゃいけないんだ。いけないんだ。ここでロボットたちを使って SP エネルギーを作っとったのか。あら、誰かいるみたいよパパ。え？あ！メルチ、メルチだわ。うん、あれは。これは普通のエネルギーボンベじゃ。誰かがメルチの SP エネルギーを抜いて普通のエネルギーを入れてくれたらしいぞ。汚
バディオスだよ。メルチ、バカルチ、メルチ。アディオス、俺に逆らうとどういうことになるか分かったろう。まだ喜ぶのは早いぜ、デカラ。負け惜しみを言うな。マルス、アディオスにとどめを刺せ。はい。マルス。マルス、何をしている。早くやるんだ。ミサイル用意。撃て撃て。それ。SP エネルギーはこの世から消えたぜ。ありがとう、アディオス。危ない、マルス。それじゃあミリ、早速科学省に連絡して中毒のロボットを収容してもらおう。はい、それまであの岩穴でおとなしくしていてもらおうか。どうどう。ありがとう、アディオスさん。なに、マルスに弟がいたおかげさ。メルチは？マルスに弟のことを聞いたんで、弟の SP エネルギーを抜いておいたんだ。おかげでメルチが活躍できたのね。マルス、弟もいいもんだってことが分かったぜ。しかし俺は一人の方がいい。そうね、それをまだ決めてなかった。どうじゃね、わしのうちに来ては君の身の上話を聞かせてくれんか。僕も聞きたいな、アメリカのロボットのことを。行き先はいつもこいつに聞くことにしてるんでね。そうそう、一つだけ教えてやるぜ。何を？俺の名前のアディオスっていうのはな、スペイン語でさよならっていうことさ。アディオス。かっこいいっち。アディオス、また会おうね。アディオス。
ある日のこと、アフリカ連邦から特殊秘密指令を帯びた少女が川島博士を訪ねてきた。その少女の命を狙って暗殺ロボット団もまた川島研究所に。少女を守るマルスの前に恐怖の回転のこぎりが。次回、ジェッターマルス、もう一人のミリをお楽しみに。